当社の独自の、まあ、日本に向けた日本に合ったオリジナルのキッチンができるんじゃないかということでコンセプトを4つ作ったというのが、まあ、スタートで、それが、デザインと機能とで品質と環境ということだったね。従来のキッチン、まあ、日本の中での、まあ、キッチンというのがやっぱりどうしてもその住宅設備機器っていうか料理をするためだけの道具みたいな設備の考え方から当社が考えてきたらそのやっぱり使いやすいゼロ動線からスタートしてキッチンはやっぱりインテリアの一つだということをずっと考えてきて、週に2回か3回は外食されてたお客さんなんだけども、当社のキッチンを買って外食するのがなんかつまらなくなったっていうことをおっしゃられて、まあ、うちの東洋キッチンのキッチンで料理をすることは楽しい、みんなで食事してみんなで食べることが非常に楽しいということをすごくやっぱりこう今までのキッチンとは違うということをすごく言われてて、だからおそらく東洋キッチンのキッチンを買ってライフスタイルそのものが変わった、非常にやっぱりそういうことを聞くと、まあ、我々自身もすごくなんか嬉しかったということで覚えてます。もともと最初は企業コンセプトとしてキッチンに住むということで、まあ、いろんな商品を、ね、やってきたんだけども、キッチンそのものだけで本当に幸せっていうかこう楽しい生活が送れるかっていうところまで我々はちょっと考えるようになって、でコンセプトをキッチンに住むから住むエンターテインメントに変えた。じゃあこれはどういうことをやっていけばいいかっていうことを、まあ、考えると、やっぱりキッチンだけじゃなくてね、キッチンに携わる交わるインテリアも一緒に我々がいいものを提案していく必要がある、まあ、それによってコンセプトもね、住むエンターテインメントをする、まあ、それはいわゆる、住むことを楽しく生活していこうということなんですよね。でそれが今我々がこれからもやっていかなくちゃいけないことかなというふうに思います。